愛媛奪還第一戦、勇者部大勝利、おめでとう。どんどんパフパフ。皆さんお疲れ様です。私たちでご飯を作って待っていましたよ。やったー、もうお腹ペコペコ。うむ、飯そして風呂だな。うたのにはお蕎麦あるよ。沖縄そばとラーメンも作ってみたから、本場の味にはかなわないけど。さすが私のみーちゃん、いつも私の欲しいものがわかる、テレパシーね。気持ちが最高の調味料だよ。ありがとう。ありがたく頂戴する。では食べながらでいいので聞いてください。まず愛媛での初戦は我々の勝利です。今後は愛媛の敵陣営へ攻撃を仕掛けつつ、敵陣営の香川を守ることも必要になってきます。そうね、むしろ難しいのはここからかも。攻撃と防衛を両立させないといけないから。なーに、難しいほど燃え上がる、それが魂ってもんだ。ご飯を食べ終わったらすぐに次の地域に攻め入るぞ。先陣切るのはこの銀にお任せを。落ち着いてください、タマコさん。それに銀ちゃんも。攻撃を仕掛けるのは神託が下ってからです。ひとまずそれまではしっかりと休養を取ってくださいね。もどかしいな。攻撃と防御の両立か。愛媛は土地が広いから拠点との距離に問題が。鏡船は東郷さんがいるから。何やってるの、アンズ。一人で部室に残って。ああ、カリンさん、愛媛の土地を調べていたんです。敵陣地を知ることは戦いの役に立つと思って。カリンさんこそなんでここに。ロードワーク終わって帰ろうとしてたら、部室の窓に人の姿が見えたから。よし、じゃあ私も手伝うわ。愛媛のこと調べるの。え、でもトレーニングが終わったばかりで疲れてませんか。全然平気。ロードワークなんて私にとっては準備運動みたいなものよ。すごいです、カリンさんの基礎体力の高さはやっぱり抜きん出てますよね。私は完成型勇者だから。前から思ってましたけど、カリンさんってその言葉にこだわりますよね、完成型って。まあね、いろいろあったから勇者になるまで。いろいろですか。この立場を、勇者を目指してたのは私一人じゃなかった。その人たちの分まで背負ってるから。カリンさん。さあやるわよ。愛媛の地図と地形図はこれ。はい、じゃあよろしくお願いします。東郷さんの部屋に来るのって久しぶりな気がする。久しぶりって前に来た時からそんなに時間空いてないよ。そうだっけ。でもなんでだろう、東郷さんの家に来るのも、こうして東郷さんと二人だけで過ごすのも久しぶりに感じるんだ。そうね、もしかしたら以前よりもいろんな人が周りにいて、いろんなことが起こってるからかも。いろんなこと？バーテックスとの戦いのこととか？うん、それもある。でもそれだけじゃなくて、勇者の人たちがたくさんいて、最近は毎日が楽しいお祭り騒ぎみたいだから、毎日いろんなことが起こりすぎるから、相対的に二人でいる時間が少なく感じるのかもしれないね。なんだか難しい。いいの、深く考えないで。うん、でもね、友達がたくさんできるのはすごく嬉しいし、みんなと過ごすのも楽しいけど、やっぱりこうして東郷さんと二人だけでいる時間はなんだか特別なんだ。ゆうなちゃん。ねえ東郷さん、四国を取り戻したらいろんなところに行ってみようよ。香川だけじゃなくて、遠出して他の県とかにも
東郷さんと一緒に旅行したいな。うん、すごく楽しそう。私もいろんなところをこの足で歩いて回ってみたいし。よし、じゃあ早く四国を取り戻そう。でも東郷さん、無理はしないでね。何かあったら私が絶対に東郷さんを守るからね。ゆうなちゃん、いつも無理をしているのはゆうなちゃんの方だよ。私はいつもゆうなちゃんに守られてる。だから今度は私だってゆうなちゃんに何かあったら、ううん、何もなくても守るからね。ありがとう東郷さん。お互いに守って守られてだね。うん、守って守られて。ふうさんたちやみんなには本当に感謝している。最近千景が前より生き生きしている気がするんだ。それなら私だって若葉に感謝しないと。カリンがね、あんたと訓練してるときは楽しそうなのよ。私もカリンと鍛錬するのは楽しいぞ。全力で模擬戦ができる相手は滅多にいないからな。あんたたちってそういうところ似てるわよね。若葉さん、お姉ちゃん、もう結構遅い時間だけど、若葉さん泊まっていくんですか？ああ、今日はそうさせてもらおうと思う。いつきももう寝ないとダメよ。子供は寝る時間。私子供じゃないもん、中学生だもん。成長期なんだから夜更かしは許しません。大きくなりたいでしょ。はーい、わかった、もう寝る。若葉はどうする？いつきの部屋で寝るか、私と一緒に寝るか。今日はふうさんと一緒で話したいことがまだあるしな。ならばよし、今宵は夜通し語るのじゃ。じゃあおやすみなさい、お姉ちゃん、若葉さん。寝る前にちゃんと歯を磨くのよ。明日の学校の準備も忘れちゃダメよ。わかってるよ。ふうさんは本当にいつきのことが大切なんだな。うん、たった一人の家族だもの。さて、リーダーミーティングを続けるわよ。ああ、そうしよう。若葉、つかぬことを聞くけど、あんた男子に告白されたことある？はあ、リーダーミーティングとは関係ないのでは？関係あるわよ。勇者たちの上層教育とか人間関係とか、そういうのも重要でしょ。そうか。私はない。丸亀城にいた時は周りに男子がいなかったし、小学校の時は私は他の生徒たちから堅物だと敬遠されていたようだしな。ちなみに私は、それで私のチアガール姿に惚れた男子も、ふうさん、その話はもう4度目だ。はあ、どんなはずないよ、初めて。占いやってたらつい夜更かししちゃう。お姉ちゃんたちの方が先に寝ちゃった。さっきまでやってたタロット占いの結果出たのは、吊るされた男、恋人、戦車。どれも試練って意味を含んでる。なんだか嫌な予感がするよ。よし、愛媛奪還戦2回目行くわよ。まただ。視線と気配を感じる。バーテックスとは違う何か。前回よりも敵も多いし、しつっこいぞ。
2戦目だもの。相手もこれ以上陣地を奪われてたまるかって思ってんでしょ。さっきから東郷が狙われている。え、うん、私もそう思う。で、東郷さんは私が守る。どうして私が。もしかして巫女だからではないでしょうか。私たちの移動手段、鏡船の要である巫女がいなくなれば戦略上圧倒的に有利ですから。でもなぜ急にそんな人間が考えるような戦い方をするように。それはね、私が命令しているからだよ。今の声、ユーナさんバーン。みんな初めましてだね。3人目。どうだろうね。またユーナが増えたって感じ。でもなんかああいう笑みはね、やばい笑みなんだよね。敵だからこそ笑ってるパターンあるよ。じゃああとはよろしく。ウェイト、あなた結局誰なのよ。うわ、バーテックスの大軍がまた来た。まずはこのバーテックスを倒すことが先ね。その後でさっきのユーナモドキを探す。すごいね、やっぱり簡単には無理か。さっきのバーテックスの群れ、あんたの指示に従ったように見えた。あんた一体何なのよ。あ、そうだった、自己紹介だね。私の名前は赤峰優奈だよ。赤峰、あ、赤峰、赤い山の峰で赤峰家。そうだよ、大社ではそこそこ有名な家だよね。そこの赤峰さん家のユーナだよ。ユーナだけど、ユーナちゃんじゃない。似ているけど、高島さんとは別人だわ。こんにちは、結城ユーナです。うん、ある意味私の後輩だね。よろしく、結城ちゃん。後輩？私はさ、新世紀序盤の時代から召喚されたから。こんにちは、高島ユーナです。高島さん、あなたは先輩。あなたがいなければ私は、私たちはいなかった。会えて嬉しいな。え、それってどういうこと？子孫とか。子孫じゃないよ、でも同じユーナ。逆手を打って生まれたからね、そういう名前になるんだ。ちょっとちょっと、わかるように説明しなさいよ。説明はあまり得意じゃないんだよね。擬音が入りそうで、ドーンと来てバーンとか。別人だと言われているのに、この共通点。いろんな時代の人が入り混じってなんだかややこしい。その子もややこしくしてる材料の一つだけどな。ズバリで聞くけどさ、赤峰さんちのユーナさん、あなた味方か敵かどっちよ。ちょ、私なんとなく分かっちゃうんだよね。攻撃を仕掛けてこようとする意志みたいなものが。私は分からないけど。あなたたちは分からなくていい。で、敵なの？味方なの？敵だね。私は造反神の勇者だから。あ、造反神も勇者を召喚できるの？できるみたいだね。さて、自己紹介は終わり、戦闘再開で。わっ、またバーテックスがたくさん。とにかくこのバーテックスたちを倒してあいつを追うよ。
本当に。赤峰、ユーナ、愛媛に来てからずっと視線を感じていた。あれはお前なのか。あ、乃木若葉だ。英雄の乃木様だ。答えろ。そうだよ、あなたたちが香川を奪還したって聞いてね、私が行かなきゃって思ったから。本当に敵なのね。何なの一体。ゲームで言うネガ、もしくはダークサイドキャラということ。まあそういう感じかな。私は造反神側の勇者だから、造反神の作ったバーテックスを操れる。造反神が暴れ回れば神樹様がバラバラになって四国が滅びるかもしれないんですよ。うん、もちろん知ってて味方しているよ。私の時代ならではの事情があってね、今の説明だと難しいかな。私の時代の人なら造反神に協力する理由がわかると思う。逆に言うと、あなたたちは私の時代の人じゃないから造反神に協力する理由を言ってもピンとこないよ。要するにほとんど問答無用ってわけ。困ったわね。バーテックスとなら戦えるけど、人間相手は不慣れかな。逆に私は対人戦の方が慣れてるんだよね、時代柄。まああれだよ、姿を出したのは宣戦布告と名乗りが目的だから、戦力整うまで今は引くよ。最後のお土産は置いていくけどね。今度はアタッカ君、多めに来てね。うわわ、レニーバーテックス。アタッカ君あまり得意じゃないのに。それじゃまたね、先輩に後輩、そしてお姉様。お姉、先輩と後輩が私とユキちゃんだとしたら誰に言ったんだろう。タマという線が濃厚だな。にじみ出る包容力に惹かれてしまったのか。なんだか私の方を向いていたような。話している場合じゃないぞ。今はあのバーテックスどもを掃討する。頭がパンクしそうだけど、とにかくここは敵を倒せばいいんでしょ。よし、それなら来い。そうよね、うろたえるよりやることをやらないと。それでこそ完成型ってもんだわ。